リー・スチュワート・バクスターは、スウェーデン・ヘルシンボリ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。J リーグでの登録名はリー。現アイクソルナ GK コーチ。父は、サッカー指導者のスチュワート・バクスター。若年期は、父のキャリアに付き添う形で各国のクラブに在籍している。妻のカリン・ヨンソンは著名な短距離走者。ユース年代は、ブラックバンド・オーバーズのアカデミーにまず在籍し、 その後スウェーデンの BK アストリオユースでプレーする。1992年5月16歳の時に父バクスターが J リーグサンフレッチェ広島監督に就任したことに伴い来日する。ユースではなくトップチームの選手登録されたが出場機会はなかった。1994年は外国人枠の関係から選手登録からは外れたが同チームには引き続き、 在籍した。翌1995年、父が旧 j f l ビッセル神戸監督就任に伴って入団、選手登録はされたが全く試合には出ていない。1998年、父の神戸対談と共に、自身も神戸を対談し一時スコティッシュフットボールリーグのグラスゴーレンジャースに入団する。同1998年、 父が率いるアールスベンスカンのアイクソルナへ入団する。同年までにマグノス・ヘドマン含め3人 GK が退団したことからマティアス・アスペルと共に入団した形であった。同シーズン中にリーグ戦デビューを果たしたもののアスペルが治 GK として定着する。アスペル移籍後はダニエル・アンデルソンが治 GK に定着する。2001年マルメ FF へ移籍。 控え GK として在籍した。2003年夏には、イングランドフットボールリーグのシェフィールドユナイテッド FC に移籍するも、そのデビュー戦で、致命的なミスを犯してしまう。同シーズン中に、スウェーデンに戻りアールスベンスカンのイフクイエーテボリへ移籍するものの、すぐに、当時2部のボデンス BK へ、レンタル移籍し、レギュラーを獲得する。その時の活躍が認められ、 翌2005年シーズンから丸目 FF に復帰した。2006年、GK の枚数が少なくなっていた、ランズクルーナブはに移籍し、レギュラーとして活躍する。現役引退後、2008年からは、アイクソルナ GK コーチに就任、選手層の薄さから第 3GK として、選手登録された。2009年から GK コーチに専念することとなった。ありがとうございます。